アウトドアショップに勤める俺は、今日も朝から大好きな登山を楽しんでいた。いつもと変わらない山頂までの道のりだが、俺は天気を読み間違えるミスをしてしまう。しかし失敗から運命が大きく変わるとは、この時まだ知る由もなかった。4月ということで寒さはまだ残っているが、ところどころに花が咲き始め、心地よい春の匂いがする。今日は風は強いが晴れていた。しばらく景色を眺めながらのんびりと山頂へ向かっていると、少し離れた場所の雲行きが怪しくなっていることに気づいた。これまでの登山経験から下山した方がいいと判断した俺は、すぐさま山から降り始めた。すると辺りをキョロキョロと見渡す一人の女性がいる。気になった俺は女性にどうしたのかと声をかけると、姉と二人で登山に来ていたが、花の写真を撮りに行った姉が戻ってこないとのことだった。妹はトイレに行っていたので、写真を撮り終わったらトイレの前に戻ってくることになっていたという。わかりました、お姉さんは俺が探します、あなたは先に下山していてください。一緒に探すという妹に天気が怪しいことを伝えて、急いで下山するように促した。それに妹は不安で落ち着きがない様子でもあるので、山の中を歩かせるわけにはいかない、彼女まで迷子になってしまう可能性もある。妹が下山していくことを確認すると、俺は長年の登山の知識を使ってお姉さんが迷い込んでしまいそうなところを探すことにした。おそらくお姉さんは登山経験はあまりなさそうだと考え、登山慣れしていない人の行動パターンを考える。写真を撮ることに夢中になって道の分岐を見逃したか、もしくはコースから外れたことに気づいたとしても、そのまま前へと進み続けてしまっているかもしれない。そして俺は今になって肝心のお姉さんの名前を聞くことを忘れていたことに気づき、自分も内心焦っていると感じていた。なぜならどんどん空が真っ黒の雲に覆われているからだ。山は天候が変わるのが早い。まだ昼過ぎだというのに、辺りは一気に暗くなっていた。俺はスマホを取り出し天気を確認する。すると春の嵐やメイストームと呼ばれる台風並みの嵐がすぐそばまで近づいていたのだ。登山へ行く前日に天気予報は確認していたので、暴風が予想されることは知っていた。いつも登り慣れた山だったし、短時間で登ってさっさと帰ってこようという計画だったのだ。慣れがゆえの危険な考えだったと思う。しかし山で迷子になっている人がいると聞いてしまったからには、どうしても知らんぷりはできなかった。だが探しているうちにいつの間にか時間が経ってしまっていた。まずいと思ったその瞬間、強風と叩きつけるような大雨に襲われて、俺は一旦近くの山小屋へと避難した。山小屋に急いで飛び込むと、女性が一人壁の方で小さく縮まっていた。わあ、誰もいないと思っていた山小屋に人がいたことに驚いた俺は、思わず短い叫び声を上げてしまった。向こうもいきなり人が飛び込んでくるとは思わなかったのだろう。ビクッと肩を震わせて俺の方を驚いた表情で見てくる。驚かせてすみません、あのもしかしてなんですが、妹さんと一緒に登山に来ていた方ですか？ひょっとしたらと思った俺は慌てて女性に問いかけると、女性は静かにうなずいた。よかった、やっと見つけた。ようやく女性を見つけられ安堵する俺、それからガッツポーズをしてはしゃぐ俺を警戒する女性にここまでの経緯を話した。すると女性は勢いよくこちらへ近づき、深々と頭を下げたのだ。すみませんでした、私の不注意で写真を撮ることについ夢中になり道に迷ってしまったんです。本当に申し訳ありませんでした、と土下座する勢いで謝る女性に、俺は笑いながら大丈夫ですからと言った。ようやく顔を上げた女性は泣きながらもさっきとは違ってほっと安心した表情になっていた。でもまだ安心はできない。すぐには去りそうにないこの嵐を俺たちはどうにか乗り切るしかないのだった。
この山小屋は長いこと使われていないようでかなり古い。一つしかない窓は強風で今にも割れそうな勢いで震えている。小屋の中はきれいに片付けられてはいるが、遭難時に使えそうなアイテムは何もない。部屋の隅にバケツとほうきが置かれているだけだ。俺はとりあえずびしょ濡れになったアウターを脱いでタオルで頭を拭くことにした。すると女性は申し訳なさそうにしながら自分のタオルも俺に差し出し、持っていた温かいほうじ茶を渡して俺を気遣ってくれた。アウトドアに慣れているのでこのくらい濡れただけではなんともない。外はますます天候が荒れているようで、小屋に時折何かが当たる。轟音のような雨音が不安を駆り立てた。小屋の天井は雨漏りしている箇所がいくつかあり、隙間から冷たい風が吹き込んでくる。とにかく寒くて仕方ない。いろいろな自然環境を体験してきた俺は、濡れただけでは問題ないが、それではあまりの寒さに震えが止まらなくなってきていた。しかしそれよりも心配なのは女性の方だ。よく見るとかなり軽装なため寒そうにしている。唇の色も白っぽく、顔色もあまり良くない。このままだと二人とも低体温症になって命の危険があると判断した俺は、持っていた防寒着に身を寄せ合って寒さをしのごうと提案した。もちろん見ず知らずの男性とくっつくのは嫌だろう。けれど今は遠慮している場合ではない。女性も同じ考えだったようで、うなずくとすぐさま防寒着の中へ潜り込んできた。大人二人だと少し体がはみ出ちゃいますが、暖かいですね。女性はそう言って安堵のため息をついた。すみません、一枚しかないので勘弁してくださいね。知らない男と肩を並べるなんて嫌ですよね。と苦笑いする俺。違います。すみません。私のせいなのに。でも二人で身を寄せ合った方が、やっぱり暖かいですね。女性の方も緊張が解けてきたようで、少しずつ話すようになっていた。そして俺と女性は、この寒さを乗り切ろうと、協力し合うことにした。俺のリュックには、カイロとカロリーが摂取できるお菓子、スポーツドリンクが入っている。女性のリュックの方には、チョコレートと飲み物があったので、これらを二人で分け合うことにした。お菓子をちびりちびりかじっていると、いつの間にか夜になっていて、小屋は真っ暗だった。俺はランタンにもなる懐中電灯を取り出して、小屋を明るくした。明かりに照らされた女性の方を見ると、今にも泣き出しそうな顔をしている。大丈夫かと声をかけると、女性は登山は今回が初めてで、山のことをろくに調べもせずに来てしまったと反省していた。山を舐めていました。落ち込む女性をどうにか元気づけようと、俺は山の魅力や登山が好きな理由、これまで登った山の話をした。それに今回のことで女性に山を嫌いになってほしくなかったのだ。休みができるとすぐに山へ行きたくなるんです。だから今日も天気が怪しいと分かっていながら来てしまいました。慣れって良くないな、と俺も反省してます。でもあなたの良くない判断のおかげで私は助けられました。ありがとうございます。それから本当にすみません。と女性は再び頭を下げる。俺の判断のおかげでの下りに大笑いしながら、俺はもう謝るのはなしにしましょうと言った。そうだ、俺キャンプも好きでよくやってるんですよ。ちなみに神奈川のアウトドアショップで働いているんです。神奈川は登山にいいスポットがたくさんある。仕事が早く終われば移動時間少なく、そのまま山登りができるってわけだ。俺がキャンプというワードを口にした途端、女性の目がキラキラと輝き出した。女性もキャンプは大好きで、休みになるとソロキャンプを楽しんでいるとのことだ。俺たちは嵐のことなどすっかり忘れて、話に花が咲いていた。と遠くから声がする。救助隊だ。いつの間にか嵐は過ぎ去っていたようで、時計を確認すると明け方になっていた。こうして助け出された俺と女性はそのまま別れたのだった。半年後、俺はいつものように
アウトドアショップで働いていた。すると、どこかで見覚えのある二人組の女性たちが店に入ってきた。二人は店内を見渡し、俺と目が合うとまっすぐにこちらへやってくる。そこでようやく山で一緒に遭難した女性とその妹だと気づいた。女性は妹を後ろにして、俺の方へ嬉しそうに駆け寄ってくる。俺も元気そうな女性を見て嬉しいが、どうして彼女がそこまで喜んでいるのかわからず、困惑してしまった。やっと見つけた！あの日、小屋で俺が女性を発見した時と同じセリフだ。女性は見ず知らずの他人を一生懸命探してくれた上に、一緒に遭難させてしまったにもかかわらず、救助隊が来るまで励ましてくれた俺にお礼をしたかったそうだ。そこで俺が神奈川のアウトドアショップで働いていると話したことを覚えていた女性は、半年間ずっと40以上もある神奈川のアウトドアショップを回って俺を探してくれていたのだ。私もどうしても改めてお礼がしたかったので、旦那にも協力してもらって探し回ったんです。女性の後ろから遅れてやってきた妹はそう言うと、少しニヤニヤしながら姉の方を見ている。そんな妹を隠すかのように俺の前に立ちふさがった女性は、改めてお礼がしたいからと連絡先を教えてほしいと言ってきた。この日以来俺と女性は仲良くなり、一緒にキャンプをするようになった。登山にも何度か誘ったことはあるが、女性は登山がトラウマになっている様子で行きたがらない。そこで簡単に登れる山から一緒にチャレンジすることにした。登山というよりはハイキングに近い。この山登りから女性は徐々に他の山へも登れるようになっていった。そして俺と遭難した山へ登山をしに行くことにしたのだ。言い出したのは意外にも女性からだった。あの日はお互いに山頂まで登ることができなかったが、今日は山頂で景色を見ることができた。絶景だ。季節は夏だったので、新緑が一面に広がる山々が見える。足元には可愛らしい黄色い花が咲いていた。登ってよかったね、と声をかけながら女性を見ると泣いてる。俺は思わず彼女を抱きしめた。そして意を決して告白しようとしたが、付き合ってください！なんと女性の方から告白してきたのだ。不意打ちを食らって驚く俺の腕の中で女性は話し始めた。女性は結婚を前提に付き合っていた男性から裏切られ、そのことがきっかけで男性不信になっていたそう。会社以外は家で引きこもる生活、好きだったキャンプにも行けなくなっていた。そんな姉を見かねたアウトドア好きの妹に連れ出され、あの日山に登ったのだった。しかし妹が登山について事前に教えてくれていたが、心がやさぐれていたこともあってまともに話を聞いていなかった。その結果が遭難である。でも本当に人生が変わると思ってなかったな。女性はそっと俺の腰に手を回してギュッと抱きしめてくる。俺に出会って男性への怖さや不信感が薄れ、一緒に過ごしているうちにその気持ちは完全に消えていたという。実は両思いだったということだ。俺は彼女を一層強く抱きしめた。それから付き合ってくださいと俺からも告白した。こうして俺と女性は恋人同士になったのだった。今日は彼女と出会って5年目の春、毎年思い出の山へ登山をしに行くのが恒例だったが、今年は行けそうもない。なぜなら彼女の中で大切な宝物がすくすくと育っているからだ。俺たちは付き合って2年後に結婚。彼女の妹は泣いて喜んでくれた。子供が生まれて大きくなったら、今度は3人で山に登ろう。思い出の山へ。そしてママとパパの出会いを話そうと思い、頬がほころぶ俺だった。最後まで聞いてくれてありがとう。みんなも大切な思い出があれば、ぜひたくさん聞かせてほしい。